皆さんこんにちは、レアルステート金沢店深川です。実は今月に入ってから、お客様にご了承いただいて、差し支えなければ熱中症対策もあるのでマスクを外してお手入れに入らせていただいてます。実際にマスクを外してお手入れに入らせていただいていると、久しぶりに素顔を見たって言っていただけたりとか、こうマスクを外して初めてお顔を合わせさせていただくお客様だとちょっと照れちゃうなと思いながらもお答えをさせていただいてるんですが、これからもっとマスクを外せる機会が多くなればいいなと思います。そして今日のこの動画はコロナ禍のマスク生活だった中でもレアルのスタッフはしっかりバッチリメイクをしていたかと思うんですが、レアルのこのメイクにも実は規定というかルールがありまして、今日はその紹介をしていこうと思います。
はい、以上でレアルメイクの完成です。で、髪型をいつものように整えたら、いつものあの制服の姿が想像しやすいかなと思います。今年に入ってマスクを外してご来店されるお客様も増えてきたなっていう印象があるんですが、私たちの方でもマスクを外してお客様と直接こうお顔を合わせて笑顔でやり取りできたっていうのが本当に久しぶりで、すごい嬉しかったです。で、ただやっぱりまだお仕事柄だったりとか、まだこうマスクを外すのが不安だったり怖いなっていう方もいらっしゃるかとは思いますので、でそういう場合はまだしっかりマスクをつけた状態でご対応させていただきますので、ご安心していただけたらなと思います。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見ていただいていいなと思っていただけましたら、グッドボタンやまたフォロー、インスタや TikTok も頑張っておりますので、あとそちらもご視聴をぜひお願いいたします。今日もありがとうございました。